さて、お楽しみいただけたか？ここまで一方的なワンサイドゲームだと見応えを通り越して退屈よ。これはこれは、相変わらずお点が辛い。退屈を愛さないベルンカステル卿にふさわしい迫力ある展開だったと自負していただけに、これは手厳しい。迫力についてはまあ認めるわ。ただフェアなゲームとしてはひどいものね。もう少し対等な条件でないと。勝ち目がないと言われるか、ベルンカステル教に。どういう意味かしら、ベアト。ごまかさなくてもよい。すでに知っておるぞ、そなたが傍観者でないこと。隠し通せているつもりか。そなたは人の領地まではるばるやってきて、わらわの逆の目に貼る不届き者よ。わらわのゲームを傍観するつもりでいて、わらわの敗北に熱く張っておるのだろうが、図星であろう。だったら実に面白い。あのラムダデルタ教を退けた最強の魔女ベルンカステル教と戦える機会を賜れるとは本当に愉快よ。ええ、私も愉快よ。そこまで自信満々のあなたがボロボロに負けるところが見たくてはるばるやってきたんだもの。なんと素直なお人なのか。それにしてもわらわと大ベルンカステル教との対決をただの一人の感染者もなくというのは、いくらなんでももったいないというの。呼んだのね、あの子。見つけたわよ。ようやく見つけたわ、ベルンカステル。ごきげんよう、ラムダ。あなたも暇ね。退屈を愛さない同士、再び巡り合うのは運命かしら。バカな子ね。私に勝てたのは、ちょっとした運と相性の問題だと、どうして気づかなかったのかしら。それで天狗になって、よりにもよってベアトリーチェに喧嘩を売るとは。身の程知らずもいいとこね。ベアトリーチェは強いわよ。私より残酷だしね、ほんのちょびっと。あとそれと、人のことを勝手にラムダって略さないで。ベアトもバカね。この子はあんたのゲームであってもしっちゃかめっちゃかにするわよ。ラムダデルタ教には決してギャラリーとしてだけお呼びしたのではない。そなたがわらわと逆の目に張っているとお伝えしたら、今日はそなたの逆の目に張ると仰せになられた。あんたまだ根に持ってるのね。私は宇宙最強の魔女なんだから。でもあんたに負けちゃったから最強じゃないの。だからあんたと敵対する相手は誰であっても私を味方するんだから。というわけで、ダイベルンカステル卿が相手ならばこの程度ではハンデにもならぬだろうが、余興にはふさわしかろう。好きになさ。バレてる以上私も本格的にやらせてもらう。それがよかろう。もとよりわらわの辞書に手加減の文字はないのでな。ラムダデルタ卿、この度の貴重な縁を楽しもうではないか。ええ、こちらこそよろしくよ、ベアトリーチェ卿。こいつには私も散々に栄養を飲まされてるの。私たち二人で叩き潰して2倍でお返ししなきゃ腹の虫が収まんないのよ。
こちらこそよろしくよ、ラムダ。そしてベアト、どういう勝敗になろうとも、これは私たちにとってとても有意義な戦いになるわね。そうね、もちろん負ける気はないけど、私たちには勝敗以上に意義がある。何しろわらわたちは退屈を愛さない。その通りよ。感謝するわ、ベアト。やっと退屈から逃れられそうだわ。せいぜい私を楽しませなさい、ラムダ・デルタと二人がかりで。そうさせてもらうぞ。そうと決まれば、ベアト、早速作戦会議をするわよ。その子の弱点は知り尽くしてる。それを全て伝授してあげるわ。にもかかわらず、ラムダ・デルタ卿は親ぶれになられたと。もう教えてあげない、教えてあげない。つーん。退屈しない御仁であるな、ラムダ・デルタ卿は。でしょ、面倒をよろしくね。あれで寂しがり屋なのよ。なるほど、今流行りの何とかというやつか。さすがはラムダ・デルタ卿、最先端でおられる。もう行きなさい、あの子。あなたが追っかけてくるの待ってるわ。それでは失礼しよう。また次のゲーム。ごめんなさいね、厄介なのが来たけど。気にしないで。それよりひどいことになったわね。私もラムダとのゲームでだいぶ悲惨な末路というのを経験してきたつもりでいるけど、今回のは群を抜いてひどいわ。あなたが膝を抱いて心を閉ざしてしまう気持ちもわからなくない。こんな末路、あと何度もやられたら100年を待たずに心が殺されてしまうわ。ベアトにカンパされてしまったから白状する。今のあなたはかつてラムダの世界に囚われていた頃の私にそっくりなの。過酷な運命の迷路に閉じ込められ、魔女にいいようにいたぶられている。私はそこから生まれた魔女だから、あなたの姉にあたるのかもしれない。だからあなたに力を貸そうと決めたの。しかし私の運命に比べても、あなたのそれはあまりにも無謀。同情どころか涙までもらってしまいそうな、あまりに悲惨な運命よ。でもどうかくじけないで、ベアトになんか決して屈しないで。確かにあの子のゲームはあまりに卑劣。ゲーム版を少しだけ見させてもらったけど、あまりに卑劣かつ狡猾な仕掛けで、その舞台仕掛けのいやらしさは多分ラムダ・デルタのゲーム版のそれをはるかに上回るわ。しかも恐ろしいことに、あの子は駒を刺すとき常に最善手を指しているわけではないの。ここがラムダとは大きく異なる点。ラムダは勝つために常に最善手で圧倒的な数の駒を刺してくる。しかしベアトはたまにわざと手を抜いて駒を刺してくるの。困ったことに、相手の刺し手から手の内を探ろうとしている私たちにとって、これは非常に手強い情報のノイズ。厄介な撹乱になりうるわ。しかしチェスに例えるなら、無駄な一手は相手にノイズを与えるかもしれないけれど、貴重な一手を損していることに違いはない。つまり付け入る余地はゼロじゃないってこと。あなたには信じられないだろうけども、今回のゲームもそう。あれだけ圧倒的な展開に見えて、実は隙がある。付け込ませたいかのように隙がある。それが罠なのか、こちらを試しているのかわからないけども、とにかく
屈服しないで、思考を止めないで、あらゆる可能性を否定しないで、あなたが戦う意志を持ち続ける限り、ベアトに勝ちはない。魔女の戦いは守りが肝心よ。立とうとするより負けないようにしなさい。認めたら負けなら、断じて認めてはダメ。あなたに魔女を認めさせること、これがベアトリーチェの勝利条件の一つであることはもはや疑いようもないのだから。私もあなたの味方であると公言した以上、できる限りの力になれるよう努力するわ。あなたも努力なさい。もしまだ膝を抱いているなら、早く立ち直って、こういう時なんて言ったかしら、ファイト、おう、みぱー、恥ずかしいわね。これ私がここまでしてあげたんだから、早く立ち直りなさいよね。いたいた、ベルンはいじけてどっか行っちゃったかしら。本当にざまあないったらありゃしない。それにしても相変わらずベルンが選ぶ駒はしょぼいわね。チェスだってそうでしょ。駒が全部ポーンだったら勝ち目ゼロでしょ。駒が全部ルークやビショップだったら絶対負けやしないわ。まあ前回は私がついつい哀れになって、好きな場所から駒を進めていいわよって言ったら、ベルンのやつお情けの空気も読めずに手持ちのポーンを全部入場させた状態から始めて、何よあれ、あんなの負けでも何でもないんだから。うーん、思い出しただけでもムカムカするわ。そんなわけでこの私はベルンがギャフンとする顔を見ないと腹の虫が収まらないわけ。そんなわけなんで、ベルンの駒のあんたがそんなざまなんで、私は最高にいい気分なわけ。しかもあの子はあれでいて本当に負けず嫌いだから、きっと今頃悔しくって歯ぎしりをして涙をポロポロ流してるわよ。本当にざまあないわよ。ほら、あんたも一緒に笑いなさいよ。ちょっと、あんたまだ膝を抱いてるの？ベアトにちょっと本気出されたくらいでもうそのざまなの？情けないったらありゃしない。あんまり情けないからちょっとだけ力を貸してあげるわ。この宇宙最強で絶対の魔女である大ラムダデルタ教があんたの絶望的な勝率をほんのちょっぴりだけ絶対に近づけてやるわ。感謝なさい。ベアトリーチはね、確かに残酷で強力な魔女かもしれないけれど、この私の敵じゃない。なぜか甘いからよ。あの子はあと数手でチェックメイトできる局面を作りつつ、わざと詰めなくだらない駒を取ったり、余計な駒を置いてより一方的な盤面にしてみたり、早い話が勝ちが見えると遊び出す悪い癖があるってわけ。あんたやベルンにとって辛い様々な攻め手のほぼ全てが、私から見ればやりすぎの無駄もいいところ、つまりそれこそ好きでありチャンスでもあるってわけね。恐れるに値する相手じゃないでしょ。手段と目的を時に履き違える、そして悪い遊びが過ぎる、その結果自ら弱点を作り晒してさえいる。私のような最強の魔女から見ればなんでこんな余裕ぶったことをするのか理解できない。自ら勝率を下げてるなんてね。でもまあ、そのせいでベルンみたいな相手を読んでかわすタイプの魔女には非常に相性が悪いってわけよ。読みが効かないから、ベルンにとっては私みたいな素直で正直なタイプは読みやすくてやりやすいんでしょうね。ムカつくことに。まあでも私みたいな超火力タイプはベアトみたいな軽くて広い弾幕タイプなんか真正面から打ち破れちゃうわけだから、相性のじゃんけんみたいなものかしら。私がパーならベアトがグー、ベ
ルンはチョキってとこね。ま、どうでもいいことかしら。確かに私のパワーはベルンのチョキに負けるけど、パーよりはるかにすごい超パーだったら、チョキにだって勝てるでしょ。つまりこのラムダデルタ教は、超パーってわけ。少しは血色が戻ってきたみたいね。ベアトのやつ、ローザとかいうコマをいじめて遊んでるわ。一見すると、本当に趣味の悪いやつだと思うでしょ？違うのよ。あんたが立ち直って戻ってくるのを期待して、時間を潰して待ってるだけなのよ。わざと憎まれるようなことをして、あんたの義憤を引き出そうという手ね。やだやだそういう子って。じゃあ、私は戻るわね。私があんたにちょびっとだけ力を貸したのは内緒よ。別に、あんたを助けたくて力を貸したわけじゃないんだからね。この宇宙最強の魔女の私は、ベルンに負けて最強の座を奪われちゃったの。それで私は、ベルンからその座を取り戻さなくちゃならないわけだけど、もしここでベルンがベアトに負けちゃったら、最強の座が今度はベアトに移っちゃうじゃない。まあ別に、私はベアトから奪い返す方が楽だからいいわけだけど、それじゃあ私の腹の虫が収まらないのよね。ベルンは私が打ち負かす。そして最強の座も私が取り返すの。別にあんたに力を貸すわけじゃないんだからね。エルンを泣かせたら許さない。